どうもありがとう。ボーカル遠藤文人、笹井康夫、ババッチ、シコ、どうもありがとうございました。ボーカルの皆さんにはまた後で登場していただきます。はい、改めましてどうもありがとうございました。すごい集まってるね。何人ぐらいだろうね。1番からずっと番号言っていこうか。いかないけど。ありがとうございます。今日はですね、僕このスクエアニックスさん退社してから随分経つんですけれども、このファイナルファンタジー11の10周年記念のイベントに呼んでいただけて、非常に光栄に思っております。先ほどあそこのサブステージでちょっとお話しさせていただいたんですけれども、10周年ということでね、この何事もやっぱりね、10年続けるって本当にすごいなと、もうただただ頭下がりますね。スタッフの努力は相当なものだったと思います。もちろんね、このスタッフも頑張ってるんでしょう、スクエアニックスさんも頑張ってるんでしょうけれども、皆さんが楽しんでいただいてるね、皆さんあってのことだと思います。スクエアニックスさんに代わりましてっていうのも偉そうですけど、本当にどうもありがとうございましたね。これからもまだまだファイナルファンタジー11続いていくと思いますんで、ぜひ遊んでください。今日はね、11の、イベントということで、11の曲をやってくれないかとか言われたんですけど、なかなかリハーサルする時間なくって、11の曲は1曲しかできませんけれども本当は全部11の曲の方が良かった。あ、本当ファイナルファンタジーの他のシリーズやったことある人、あー、いっぱいいるじゃん。他の曲もやるから喜んでね。でもね、次はファイナルファンタジー11の曲やりますね。ちょっと待ってね。ではディスタントワールドという曲をお聴きください。Thank you.
Thank you.
はい、どうもありがとうございました。ディスタントワールドとね、あとあのファイナルファンタジー10からシーモアバトル、やりました。久々にやったんで緊張しちゃった。変拍子難しいんだよね。軽く、演奏の方のメンバー紹介もしておきましょうか。成田勤、岡宮道夫、羽生田新太、ははは広田義孝、そして上松でお送りしております。ありがとうございます。アスバウンドパパス、今日はCD 持ってきて売ってたんですけども、もう本当にありがとうございますね。250枚売り切れてしまいまして、どうもありがとう。もしまだ持ってない人は分かってるよね。今また新しいアルバムの制作に入りつつありますんで、もう少々お待ちください。ライブはね、実は次の予定ってもう海外までないのね。年末のね、ハワイとテキサスあたりまでしかないんですけど、もしアルバムとかの制作が間に合えば、レコ発とかでなんかライブできるといいなと思います。でまたお知らせしますので、ぜひこれまでやってない FF の曲なんかもできるといいなと思ってます。ありがとうございます。ファイナルファンタジー6やったことある人、そんだけ。ファイナルファンタジー6の音楽好きな人、マジで。オペラとか好きな人、やっちゃうか。オペラやっちゃいましょうか。マリアとドラクーのね、ゲームのサントラで入ってたやつじゃなくて、完全版っていうのがありますんで、ドラクーとラルスのバトルシーンも入ったやつをやってみたいと思います。ちょっと待ってね。それではマリアとドラクー。
西軍は敗れ、マリアの城は東軍の支配下に置かれた。東軍の王子ラルスとの結婚を強いられたマリアはドラクへの思いを捨てきれず、毎晩夜空を見ては恋人を思う。愛しのあなたは遠いところへ、色あせぬ永遠の愛願ったばかり。わずかばかりの西軍兵士たちが最後の力を振り絞りガルー城に攻め入った。その先頭に立ち雄たけびもろとも西軍兵士を直したくなぎ倒していく一人の一人の勇者戦士ドラクが帰ってきたのだ。マリこの私の妃になるべき人だ。命尽き果てよとも話はしないけどだ。命
感じだ。やはり戦うしかないじゃん。上は私のものだ。負けはしない。深手を負ったドラクーの最後の一月がラルスの胸を貫いた。私の負けだドラクー、マリアを離すなよ。約束しよう、必ず幸せに。ありがとうございました。皆さんいかがでしたか。本当にとっても素敵なステージでしたね。私は本当にあのファイナルファンタジーが大好きなので、もう裏で小躍りしながら聞いてしまいました。本当にとってもかっこよかったです。いかがでしたか。
ね、本当に素敵なステージを楽しませていただきました、冒頭でも少し説明しましたが、海外のコンベンション、テキサス州のオニコン2011、ワシントン DC のマグフェス2012にも出演しておりまして、メインアクトとして数千人ものオーディエンスの前で熱いライブを披露されました。2012年はバンドでのゲーム音楽への楽曲提供やオニコン2012へ2年続けての出演、またハワイでのコンベンションへの出演が決定するなど、海外からも注目を集める存在となっています。はい、ということで、はい、ということで最後のステージに行きましょうかね。最後のステージはこの方もお呼びしましょう。モッチーさん。はい、どうもどうも。どうもどうも。ということで、いよいよお待ちかねのリアルモグボナンザのコーナーなんですが、ちょっとコーナーが始まる前に一点だけお知らせというかフォローというかしておきます。何でしょう。ですね、昨日と今日と朝バトルフィールドやったりとかクイズ大会で、勝者の方に素敵なものをお渡ししているんですが、はい、あの中にレリックミシックエンピリアンの受け取れるコードは入ってません。なのであれでざわざわしてる人は、あ、釣られたなということで、そんなもん入れるわけないじゃないですからってあのね、入れるぐらいだったらもっと盛大にやりますよ。はい。